いうこと。あ、グミよ。殴った。ゾンビ馬じゃん、こいつ。こいつ何なんだ。皮取れるかも。ゾンビだ、ゾンビ。もう容赦なくて草なんだけど。ね、腐った肉しか取れなかった。なんだ、皮じゃねえの。ゴミやん、カス。そんなに言わんだってよ。ごめんなさい。ゴミやん、カス。ゴミやん、カス。すごいよ。え、これ腐ったさ、肉ってさ、使い道あるの？腐った肉はね、使い道ないよ。なんかさ、でも肥料とかになんじゃないっけ。骨粉だけだっけ、ならないんだっけ。そうだったかな。もう、ま、本当にマジでゴミなイメージしかないけど。あ、ゴミやん、ただの。一応食べるけど、お腹壊すかもしれないって。あ、やだね。犬に食わせるんだって。あ、犬用か。あ、そうなんだ。犬の回復に使えるらしい。おー、犬には何食べさせてもいいってか。あ、あ、ちょっと動物投資フォローお願いしますよ、ちくがみさん。ちょっとあの、はい。そんなことないんですよ、コロネさん。あの、犬もね、選ぶ権にはあるので、うん。あの、もし、あの、腐った肉が食いたくなかったら、うん。目の前の腐った肉をくれた、人間を食い殺せばいいんですよ。そしたら新鮮な肉が手に入るから。確かに簡単だね。そう。怖いよなんでスバル人なんだろう。もういっそ動物だったらよかったのに。ミオシャなんか、あの、後ろに骨の馬がいるから死神みたいになってる。あの、ミコチのさ、なんだっけ、あの、プロレスのさ、ミオシャがさ、イメージが先行してくるから。骨持ってるからなやべえよー。そう。あ、またゾンビ馬だ。あ、ほんとだ。痛い！ほらしょうがないよね。ミオシャ死んじゃダメだったか。うん。出てくるのが悪いよね。そうだよ。あ、うちね、今ね、サドルね、あるわ。そう、つけれる。蔵あるんだけど、蔵はね、多分ね、つけれない気がすんだよな。つけれないんだ。サドルつけれるとこなくない？これ。ね。折れちゃうよ、だって。骨だからね。うん。あ、なんかでもコロネの方に空いてるけどね。ほんと？コロネ。はい。食ってんの？いや、キスしたの今。怖えよ、それもそれで。なんでよ。デスキス。怖え。デスキス。デス必殺技みたい。確かに。